はい、ここからは、山里亮太さんとお送りします。なぜ無駄にハードルを上げたさっき。そういうとこあるからな。いやでも山ちゃん、あのね、普段 TBS ラジオで、うん、そうですよ、よく来れたね。やっぱそのスピリッツはね、しょってきてますから、ちゃんと。ちょっと服装がおかしい、ね、TBS ラジオスピリッツでしょ。そうです。これあの断ってから来るの、やっぱり向こうのスタッフさんに。向こうね、ちゃんと丁寧に説明して、うん、あのトイレということで、はい、ちゃんとでもなんか爪痕残してこいよって言って、僕が残してこう爪がですね、ああ、TBS のラジベスの T シャツを着るというやや深爪状態です。跡が残らない。ちょっとね、爪痕がね、そうそうそう、ちょっとやっぱアウェーっぽい感じすんの、やっぱりなんかね、気持ち的には怖いよ、ドリンク行くのも。あ、そうですか。あの吉田のあたりが毒入れてんじゃねえかなと思って。でもほら、もともとはさ、オールナイトニッポンやっててさ、南海キャンディで大好評だったじゃない。だったら続いてんだろうよ。お前答えが分かって聞くのずるいぞ、そうやって。いや俺分かんなかった、分かんなかったから、その時の環境が。俺ら知らないから。え、いや2004年でさ、同期なんだけどね、はい、山ちゃんと、売れるのが早かったよ、2004年からさ、言ってるから。ビフォー山里、アフター山里って言われてるっていうね。あるんで、そうそうそう。時代の中で。おー、いじんじゃん。初対面で。いや、いじってるわけじゃ、しっかり抑えといたのよ、ポイントを。はい、そういうこと、うん、本当ウィキペディアの暗証感がすごいよ。大丈夫。でも聞いてるよ、あの、オールナイト、山ちゃん、あの時からやっぱりトークすごかったと。誰から聞いたんだよ。そんな話出てねえだろうよ。いや、でも、いろいろ聞きたいなと思ってて。本当、いや、でもすごいじゃない。大丈夫、あの横でこの男はね、愛だなんだなんてね、分かる男じゃないんだから。よくないよそれは。俺はメインパーソナリティであと二十何時間やるんだよ。俺もでも皆さん聞いてますか、二十何時間こんな愛のない野郎に愛を語らせてどうすんだって。お前それは潰しすぎだわ。潰すもんな、俺は。違うの。いやだから山ちゃんと俺が、うん、あの足りない二人っていうのやってたの、ユニットもう3 4年ぐらい前だよね。そうですよ、3年ぐらい。その頃から山ちゃんとの差が開く一方なのよ、うん、俺は愛を届けられるパーソナリティになったんだよ。何を言ってんだ。俺はね、そういうことピンとかね、モンゴルとかね、行き出した時から怪しいなと思ってこいつはどうかなっちゃうね。みんな思うよ、外でみんな聞いてるよ。観覧の方ね、観覧の皆さんさ。でもね、俺はね、山ちゃんね、後楽園ホールとかでね、あのトークライブ一人でね、あのね、カッコつけてリングの上でたった一人でやるんだよ、トークライブを、うん、その前にさ、カッコつけてって言葉全くないじゃんか。しびれますね。しびれてねえだろうが。しびれるでしょ。リングの上で一人で立ってトークするんで、多分ね、トークと格闘技をね、リンクさせた感覚でトークしてると思うんだよね。違うんだよ、裏で持ってるテーマって説明しちゃいけないやつじゃん。そういうとこはね、これね、この音がひどい、何が愛がないかって言ったらね、一回ね、このオードリーのね、ネタライブに出してもらったんですよ、南海キャンディーズ。そうそうそう、結構ね、あの M1 に向けていろいろ頑張っていかなきゃいけない、漫才もう一回やるにはね、こういういい舞台立ちたいところで、はい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 、で一応ね、生意気にも、ちょっと我々南海キャンディーズの出番をね、サプライズにしてくれたんですよ、ね、サプライズってやっぱ嬉しいんですよ、出た瞬間の盛り上がりすごいから、この男出る2個ぐらいの出番前に、まあね、今日も南海キャンディーズが出るんですけどっていう紹介。何あれ。いや、 やっぱりさ、ほら、なんかサプライズで来ましたってなったら、うん、お客さん盛り上がっちゃうじゃない。いいじゃん、盛り上がるのいいじゃん、多い、結構じゃん。一回先に盛り上げといて、温度冷ましてから南海キャンディーズネタっていう順番にしたかったのよ。冷ます必要がどこにある。お客さんはあったかいに越したことないだろう。だって受けちゃうじゃん、盛り上がってる状態で出ちゃったから。受けていいんだろうが。いや、そしたらさ、うん、その漫才の稽古にならないなと思って、俺南海キャンディーズのこと考えてんのよ。だから今回だって M1 も結果出たわけじゃない。いや、まあ出てましたよ。まあ結果出たって、そのこれはさ、若ちゃんね、うん、あの優勝した人へのトスだったら嬉しいんだけど、うん、結果出たじゃんって言うと、お前らそんなんだから敗者復活でそこそこの順位で終わんだとに聞こえちゃうわけ。俺は、俺はそうは思ってない。俺の中では優勝だもん。そういうさ、やめてくれよな。あ、本当。あ、そう思ってる。で、俺はでもね、あの山ちゃんってさ、うん、あのいや、あんまラジオでさ言うことじゃないけど、お兄ちゃんがさ、ちょっと説明できないぐらいのドヤンキーなの。ちょっとね、あの皆さんね、聞いてる方々ね、どんな方が想像しにくいと思うんですけど、分かりやすいので言うとね、皆さんぶっ込みのタグで竹丸って人覚えてます。毛量の竹丸ってね、もしくはね、騎士団、騎士団から音楽性全部ぶっ込んでた感じ。ギリギリ、ね、そうそうそう、ギリギリのお兄ちゃんで、ギリギリ、ね、結構ね、M1 とかああいう戦いのね、はい、場に平気で出るじゃん、山ちゃんって。まあまあそうね。そこだけはちょっとヤンキーの部分があるんじゃないかと最近思った。あとリングの上でさ、うん、トークを戦ったり、たった一人で、たった一人でトークの怠慢ね、怠慢やってるじゃない。あのさね、リスナーの方々ね、これ多分ね、言葉だけしか届いてないから、あ、若ちゃんに褒めてもらって山ちゃんいいじゃないって思ってるでしょ。違います、俺面と向かってるんですけど、てめえニヤニヤすんだよ。すげえ今のね、トーク観覧の皆さん
見てた若林の顔じゃあニヤニヤしてバカにしてるのこれね。じゃあこれは、うん、あの愛を届けてるから。そうなんですよ。そうなんですよ、ね、そうなんですよ、届けてこれで愛を、愛と笑いを届けたい。そうそうそう、笑いしか届けられないんだこの男は。俺なんかね結構こう人と人とのつながりとかねなんか大事にするようになってきて最近。そんなもん断ち切る釜みたいな男だったろお前は。トークバトルこのまま4時に入ります。4時入ったの。いやちょっとねもうちょっと喋らせて。いや別に事故だよ。ということでスタジオにはですねあの山里亮太さんがゲストに来てくれています。僕あの山ちゃんとね足りない2人で漫才とかもずいぶん一緒にやってて、あの大人気番組まあ なくはないよ正直自分たちで言うのは、ね、そうだね手応えはあったからねすごい、うん、山ちゃんさその M1 とかさ、うん、結構どんどん出るじゃない。いや去年今年と出てるよ。それはさ、うん、だって舞台数がさ、うん、もう漫才の超現役のさ、うん、人たちと比べたら舞台数忙しいから山ちゃんもしずちゃんも2人で会う時間でほらあのいろいろあって、うん、ピンの仕事が2人とも多いじゃない。まあねバラバラでやってますよ。で稽古の時間と舞台数があんまないと、うん、厳しいのも漫才師だから知ってるわけじゃん。そうだよ。なんでああいうの平気で出んのよ。いやこれはねやっぱりあの漫才師ってさ毎年あの時期にさむちゃくちゃ漫才師ってかっこいいなってなるじゃん。なるなるなる。でその気持ちが俺よりか相方がむちゃくちゃ多くて、はいはいはい、もうどうしても出たいっていうのを人捨てに言ってくるわけ。でももう気持ちがあっちが抑えられないってから、はいはい、じゃあ俺もやっぱりもうかっこいい漫才師になりたいしじゃあ出ましょうかっていう話になる。そのそういうピュアな気持ちでそうよやるってんだよ。だからあんまさ意外とさ、うん、イメージさちょっとこう、うん、繊細なイメージあるけどさ、うん、意外とそこどんどん行くんだよね山ちゃん。いやでもさ行ったら行ったでさ会場でさもう本当どう身を小さくしてるやっぱ現役生たちはもうむちゃくちゃ自信あるわけよ。はい、はい、舞台だってさ何百って立ってるからもう多分みんなネタ合わせして時計見ても毎回4分3秒ぐらいできるような人たちよ。はいはいはい、その中でね俺たちはもう3分50とか4分20を行ったり来たりするような、はいはいはい、ね、その安定感のない漫才をして、でしかもほら若手たちはさみんな横のつながりやからさ、はいはい、今日何のネタで行くのあのネタかみたいな話だけど誰も話しかけてくるわけでもないのよ。ジジイが来やがってみたいな。そういう視線は感じるのよ。なんかねはい知名度アタック決まりましたみたいな。あやっぱそういうのかでそこ平気で行くもんね。平気じゃないよ俺だってもう聞くもん結構。南海キャンディーズが、うん、あそこ受かったのって、うん、まあまあそうか有名どころ一組欲しいもんねって、うん、若手の方が酒の魚に聞いてるって言った時に、うん、はいテレビの業界で殺すと思うね。はいはいお前らの名前覚えたとテレビの業界でぶち殺してやる。そういうのさ何十年って覚えてるもんね。何回言われたの一生忘れない。俺のことをテレビさんって言ったあいつらを絶対忘れない。テレビさんいやテレビさんね。テレビさんが漫才に様をのとこに来てるみたいなことをかけて言ってるやつは俺一生許さねえ。でもさ俺が言うのも変だけど敗者復活見たけど相当いいネタできたなって思ったでしょあのネタは。赤ちゃんそうなの。あのしずちゃんのママタレママタレントになりたいっていうネタで、そうそう、しずちゃんのねママタレントを目指す夏のそのマッチングと、そう、山ちゃんほらママタレントとか嫌いじゃん基本的に。あのさネタの中の話をさ実際みたいなこと言うのやめて。うん、よくさ本番前とかママタレの悪口言ってるもんね赤ちゃん。本番前に言ってるってのはつまり本番で言えないからなんだよ。それを今これ本番だよね。ねえ本番ですよ、まあ、本当に愛とか届けてっか今日大丈夫か。じゃあそれそ大きな意味での愛なのよ。そういうことか。どういうことだ。すげえスピードで気づいちゃって違うって。ママタレとかさインスタでさ宣伝したりするモデル嫌いだもんね。いやそう本当にもうはっきり言って嫌いだよ。好きなっていいのかい。でもねそれがマッチしたネタだったのよ。いや本当これ若ちゃんね自信あったでしょあれ。ちょっと自信あったね。えでほらずっとさ漫才ってさあのセンターマイクがなくなっても成立してるぐらいに、はいはいはい、こうテレビ出てる時に、はい、なったら一番理想な形じゃない。はいはいはい、はい、それを探してきたの今回。はいはいはい、俺はやっぱりこの何ていうの若手の方から寄せるとテレビさんだからテレビで山ちゃんじゃなくてねテレビさんだから。そうテレビさんが知名度アタックで M1 に来てるからその若手の方々に届けるためには、はいね、じゃあテレビってとこは別に漫才から遠くに行ってるわけじゃないんだぞ、はい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 、ちゃんと漫才としてセンターマイクに立って使い方次第では漫才師様になれるんだぞっていうのを見せたかったのよ。ああそこを見せたくて、あのなんか修羅の道に入っていくわけね。そうそうやっぱねあの終わった後やっぱ、ね、ロケでママタレの人と会うとまあ冷たいね。
そりゃそうだよ、あんなディスりまくってて一文字も喋んねえと。ライブもさ、うん、めちゃくちゃやんのよこの人、このスケジュールで一人で、でネタとか練ってさ、はい、で俺見に行ってんの見てさ、来てくれてありがとうねこの前。で俺ね、だからね、謎だと思って、うん、俺はもっと汚い人間だと山ちゃんのこと思ってたんじゃないかと思って、うん、金と権力が欲しいからなんかお笑いやってると思ってたのずっと。そんなことない、ピュアな男だよ。したらだからなんか所さんの世田谷ベースみたいな感じで、うん、あの漫才やってんだよね。あのピュアな気持ちで、うん、そうそう、こういうの作ってみたい。こういうのみんな見てほしい。ここってこんな風に遊んだら面白いだろっていう、うん、理想だよね所さんの生き方って。いやそうでしょ、うん、で俺はさ、なんか俺と山ちゃん同世代でさ、うん、上は詰まってるし下から突き上げてくるっていう、うん、なんかさ、山ちゃんはそのすごくメイン張れる MC の横の懐刀のふりして、うん、いつ謀反を起こそうかっていう戦略でやってんじゃん、芸能界を、ね、皆様のね、いい刀になれたらいいな、そう思って芸能界してます。 いつもほらこう懐に忍ばした刀をさ、いつ横のメインを切ろうかっていう戦略じゃん山ちゃんは。あんな竹光です、私。皆様をね、打とうなんて時はさらさらございません。それの どうやって考えてんだよ、芸能界で、うん、やっぱりなんかそのなんつうの、こうどういう位置に行こうと思ってんのかなってライブ見てて思ったのよ。トーク若ちゃん、若ちゃん、これ16時台の話じゃないよ。じゃちょうどネットニュースになりやすいかなと思って、このぐらいの時間だと間に合うよね。間に合う時間なの、うん、そう。じゃあなんかぶち込んでやろうかしらね。あ、ちょっとあんまりやめてください、ね、大引くやつもやるんで、あなたちょくちょくね。失礼いたしました、うん、まだまだ山里さんの出演時が電話なりませんね。いやだからね、聞き込んでるんだと思うんですよ、皆さんね、サイレント機能使ってんでしょ。改めて0570-081242です、うん。でもさ、これやっぱ山ちゃんのファンの方がさ、あのすごい公開収録来てくれてるのがさ、はいはい、なんで、ちょっとやっぱり、私服の色が濃いめの人が多いね、山ちゃんのグッドトーンがね、落ちますね。僕のことを応援してくれた人がね、あの色合い的にので筑前煮みたいな人 ね。お前自体がな、筑前煮みたいな。お前ってどうしたんだ急に。味わい深いと捉えるからな、それは俺は。里芋。やばい、やかましい、おい。小学校の時にいじめられ方、それはお前。山芋、里芋、お前芋ばっかだなっつって。ねえ。踊り若林です。アシスタントの日本放送東島えりです。そして。ちょっと待ってよ、まだ帰ってきたのかどうか分かってない状態だから、今の流れだったら絶対俺が先じゃん、春日さん。いやダメ出しやめてくださいよ。途端にだって今絶対さ、上島さんも俺の方に出って手やってたじゃない。確かに、はい、ずっと台本見てたんでね。そうだね、あ、絵に、絵に反応させてしまいました、ね、しょうがないね、山里と春日でございます。春日って食い気に来ちゃダメだよ。すいません、来てるんだ。おかえりなさい。おかえり、これなんか喋っていいの、この時間は。なんかメッセージ紹介とかどうなってんの、山里さんからぜひ紹介して、ね、メッセージ来てますよ、温かいね、はい、さっきのマライア・キャリーの曲でちょっと踊ってたね。え、あ、そうなの。クリスマス好きだから、へえー、あ、そうなの。とんでもね、熱そうだなおい。あ、ね、嘘なんすか。びっくりして、踊り方もリズムも分かんない。俺曲も出てこない今。だってマライア・キャリーなんか喋るって言ったら、もうあの激太りのエピソードしか出さないよ俺は。いやー、リップサービスすごいね。お口のさり、うん、ほらメールを読めってこのヒゲ皿の人が言ってんじゃない、うん、ディレクター、ね、メール読みなさい。千葉市タラバさん、ありがとうございます。募金額1000円ということでございましてね、はい、お小遣いから募金させていただきました。家の近所にも音の出る信号機があるのですが、これがもっと増えればいいなと思います、ということでね、千葉市タラバさん、ありがとうございます。学生さんですから、ね、大きいですよ。あ、そうね、ね、はい、さあ募金の方法いくつかありまして、まずお電話での受付は0570-081242です、うん、目の不自由な方へ音の出る信号機を作るための募金です、はい、そしてチャリティーオークションっていうものがありましてね。そうそう、あのゲストの方にいろんなグッズを持ってきていただいて、それをオークションに出すと、はい、うん、はい、いうことなんですけども、はい、山里さんは持ってきました今日それ聞いて、私がですね、お家でですね、まあ、ちょっと何か悩み事があったりとかして聞いてもらってた、うん、ワンちゃんのぬいぐるみなんですけども。ワンちゃんに悩み聞いてもらってるの。こいつがですね、僕のストレスを全てバクバクに吸ってくれるんですよ。しかも泣くのよ。泣くの、うん、聞く、え、こ、声が出る、声出るよ、うん、いくよ、うん、あー、動くパターンのやつだ。自分で買ったの。そうよ、自分で、え、自分でワンちゃんのおもちゃを買ったの。むちゃくちゃ心が尖った時期やったの。これ少し丸くするにはどうしようと思ったら、これだと思って。いや、ちょっと怖いね、東中野で一人でそれやってると思ったら。普通に俺の最寄り駅言うじゃん、電波乗せて。え、だって大丈夫なんですよね、うん、いや、ブロフェットだし、プロフィールに書いてるじゃん、だって。
プロフィールに書いてねえよ。じゃあそのむつみそうのテンションでやんのやめてくれる俺を。ダメ、同じじゃないですか。いやもう春日だけだからな、芸能界で家さらしてんの。最寄りの駅ぐらいだったらいいですよ。私なんか住所までね、やっぱり何丁目まで行きますから。ごめん、俺春日の前でこれ怒るのはちょっとよくないな。いや全然そんなもんは。このワンちゃん可愛いのすごく。それ本当それを出してくれるんだ。それ例えばどういうことを話しかけたりしたんですか。だから、あのね、こうワンちゃん手元に持ってね、はい、なんかモデルかなんか知んねえけど、随分とロケ舐めてくれたなって。なんか、この番組はそうか、ね、お前のその、仕事の中では芸能界か。まあまあまあ、ね、そうやってやってりゃいつまでやるのかな、モデルって仕事はねえって言ったら、うん。泣けよ、今。ちょっと間がねえ。ボケ運がねえな、昔から。本当だよな。ここに来てさ、若ちゃん、まさかのモーターオンオンリーってね。嘘だろ。さっきはね、いいタイミングが泣いたんですけどね。お前は三色ショッピングの悪口モデルいつも言ってんな。三色ショッピングかどうか限定してなかったの今。それはないんじゃん。わかんないじゃん。いろんなとこで、俺はいろんな仕事してんだから。で、三色ショッピングだよ。正解だった。東中野も当たってんのね。東中野も合ってるよ。ずっと住んでるよ。これで駅近で。駅近ね。2階に上がってくる。やめろよ。直接上がってくる。やめろよ。それは限定されたぞ今。一番怖いのが住所特定されても人が来ないってじゃあいいじゃないですか。さしてシークレットで逆にね、じゃあこのワンちゃんをワンちゃんサインでもつけようか。つけましょう。サインは大丈夫です。なんでねえ、どうしてサインつけましょう。そういうもんじゃないもんね。サインつけましょうね。山ちゃんを癒したワンちゃん。いやでもその中負の感情全部吸ってんじゃないですか。全部吸ってから、ひょっとしたらこれ時々泣き声で俺の愚痴聞いてくれない出てくるかもしれない。プロンっつって、チャリティーオークションね、すごいんですよ。まあ、いろんな方が協力してくださっていて、桃色クローバー Z の皆さんの、本当？例えばサイン入りのプラモデルカーだと、すごくない？一重曲線は20万。まあファンの方はね。東島さんむちゃくちゃ性格悪い？いやめちゃくちゃいいのよ。だって今この流れでむちゃくちゃみんなが欲しがるものと、大丈夫、いろいろありますよ。山下健二郎さん、その流れで言ったら大丈夫ってのこれ山下さんに失礼だよ。山下さんに大丈夫です。3代目 JSOULBROTHERS の山下健二郎さんの T シャツですね、サイン入りの16万4000円。うわー、ファンの方裏地に万件でも貼ってんだろそれどんなこと。14万キャッシュバック何ていう例えなんだそれ裏地に14枚満点貼ってんだろT シャツそんな出るか。山ちゃんのことストレートに愛してるファンってやっぱいるんだよ、ね、親だよあの大きい2人ね。いやざっくり言うんじゃないよ。ちょっとお父さんお母さん聞いてらっしゃいますか。親いじったら0570-08-1242で募金の電話お待ちしております。はい、 AKB さんありがとうございます。裏です。言うなお前そういうの、こういう日なんだから。え、じゃあどういう日言ったらいいんだよ。こういう日しか言えないだろ。さすがに今の裏です、誰もらってねえや。うん、そうだなって思われるだけですよね。そうだねっていう、嫌な人だねって今喋ってるのは山里亮太さんです。正式に出題なくていいんだから別に。今はね、オードリー若林です、そして春日、春日との東島です。はい、でこの時間もね、山ちゃんとトークしてほしいということで。お邪魔します。あの俺がすごい気になってるのはね、その山ちゃんがなんかその俺たちも、39、40アラフォーですよ。そうね、40になったよ。でそのいまだにね、あの例えばあのハロウィンとかをあんなに憎んでるアラフォーはね、あんま世の中にいないなと思って。そうでもないよ、みんな翌日のね、もう本当に、ね、割れたジーマの瓶でね、足でも切ったらどうすんだって人たちいっぱいいたの。その前回投げて俺と春日なんか山ちゃんには申し訳ないけど、ちょっともう山ちゃんとはだいぶ差ついちゃってんだよ。いやそれ本当にもうオードリーのネタライブで言ってたろそれで俺らさ徐々にさ、なんか、あのすごく美味しいウイスキーとかに興味が移ってってる。バカ言ってんじゃないよ本当にね。あの憎いね三菱だってあんなもんなんか転がり込んでるよ、浪人生みたいな感じじゃないかね。お前やめた方がいいぞそういうこと言うの。夫婦な顔してるからどうしたんだお前。いやいや俺も完全夫婦じゃないですか。どこがだよあんなもん。よくある一般的な夫婦だと思います、ね、どこがだよあんなもん、座敷わらしだろあんなあんちゃんのところに座敷わらしやってきたんだよ。よくないよくない。憎いねって人間憎んでんだろね。いやいや昔だったらね、そのなんか荒い運転付き合いたかったけどね、ちょっと最近ちょっと俺たち所さんみたいな感じになってきてるからそうですねやっぱり人生を楽しんでんのよ最近。楽しまないね。いやそりゃそうだね、キューバ行ってモンゴル行ってよ。そうだよ。で今度アイスランド行きますから楽
しんでる、ほらもう楽しんでんな、次世代の、次世代のところ、あ、また写真送るからさ、スマホに。いや本当さ、送りつけてくんだよ、カズがどうかしてんだよこの男は。エースの途中でですか。いや定期的にさ、はい、俺にさ、ハマキ知ってる写真送ってくんだよ、はい、それは何なら知ってほしいってこと。山里さん、山ちゃんには知ってほしいのよ、うん、こうやって人生って楽しんでいいんだよって、なんかね、自分をね追い込んじゃってるから。追い込んでない、俺だって楽しく生きてるよ。いや楽しく生きてる、生きてるよ。大丈夫かなと思うところはあるわ。余計なお世話だよそんなもん。楽しいわ、ハマキ捨てるような幸せなの俺いらないですね。でもさ、山ちゃんさ、うん、その牙がね、うん、結構上の世代に向いてた、まあ、先輩とかに向いてたけど、うん、今や下にも向いてるじゃない、うん、それってダサいよね。そうだね、それは尊敬できないですよね。ダサいよね、下向いてるよね。俺もう当たり組まずになってるじゃない、徐々に徐々に。そう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 、ね、だってあのバカリズムさんが言ってたもん、もう山里さんは、うん、あの戦うスタイルが山賊だって。その、ね、バカリさんとか若ちゃんとかは、うん、あのもう侍なのよ、はいはい、ね、自分たちに刀を上げてきた人間に、うん、ああお前らが上げるんだったら切ってるんだけど、うん、俺は刀も上げてない、うん、そこら辺を歩いてる町人たちを切りに行くからね。恐ろしい。充実しやがってっつって、いやー参ったな。で、いや酔っ払ってさ、ほら上岡龍太郎さんになりたいって叫んでたから。いや若ちゃん、そのさ、そうなの、東中野さん、若ちゃんね、本当に酔っ払ってる時のことはあの店の扉出た時に置いてかないと。じゃラングサムでさ、ラングサムそうだ、いやもうあのね、田舎のにあるラングサムって、はいはいはい、あの美味しいねイタリアの店があるんだよ、行ったんだそこ、はいはいはい、うん、そういうのさ、あのどういう戦略かだけ教えて、この後の5年。いやこの後の5年とかさ、どういう戦略かとかの前に、まず俺のあの一番照れるタイトル言ったじゃんか。うん、だから、うん、でこの5年で言うと、うん、そうなれるように逆算していろいろやってるよ。神岡龍太郎さんに近づくように、もう一回言わなきゃ、いや近づけないよ、それも雲の上の人だよ、はい、うん、でも方向性としてはね、やっぱああいう風になれたらいいなと思って。で笑い の, あの、うん、テンポのスパンがもっと短い池上さんになりたいっていうのも言ってて、うん、だからそれはさ、いろんな目標があるんだね若ちゃんね、うん、それ俺はあの、こんなこと言うのは確かなんだけど、はい、言ったよ。あ、うん、それは言ったけども、ね、それはね、あれはどこだっけ、あれ暖炉のあるバーだったかな。そうそうそう、暖炉のあるバーで若ちゃんに言ったのよ。はい、よく思え、場所もね、うん、どういう流れでそういう話になるんですか。あのやっぱ酒も飲んで熱くなってくるわけよね。そうそうそう、これからどういうふうに戦っていくかって話になって、はいはい、で毎年忘年会やんのよ、うん、あ2人で、うん、で、あ3人でやんだけど、スタッフさん1人と、はいはい、でいつも酔っ払うとね、1年のなんか反省ノートがあるの、うん、毎日反省ノート書くのこの人。まあやっぱそれね、日々ね、いろいろ間違いありますからね。でこういう日はこういうことを変えてたんだよって、なんかその紙発表する。そうそう、すっごいもう殴り書きよ、三色ショッピングの後とかは。いやまあ三色ショッピング、自分の自分への戒めよ。ね、あの方をね、なんでやる気を出させてあげられなかったんだろうって、自分、俺、自分を否定してたんだから。ここは自分に向いてるってことですね。そりゃそうだ、当たり前じゃない。その方来てくれるだけでありがたいんだから。で、その神岡龍太郎さんになりたいとか、何回も出すな、名前を。するわけよ。はいはい。そのノートをね、うん、暖炉の中に投げたの俺が。したらね、うん、やめてーだって。なこれ皆さん聞いてて、やめてーだってって言ってるけど、やめてーじゃん。いや、まあ、いやいや俺が間違ってんの。やめてーだって。いや、そいろいろ言い方がやめろとかおいとかじゃなくて、もうやめてー、やめてーだもん、それ言い方がもうジャイアン、あテレビさんね、手を言い方気をつけろよそれ。俺さ、うん、もうね、上は詰まって、席は開かない、下から突き上げてくる、うん、でネットとかの方向から活路を見出そうとするとか、ね、まあちょっとね、ニュース性のあることを発言していくとか、うん、戦略が無数にある時代じゃん。そうよ、どうやって戦略練ってんのよ、うん、ここで言わない。教えてくれないですか。だって今神岡龍太郎さんなのか池上さんなのかっていうあるから、ちゃんと復唱するな春日。それはやっぱり現時点、今ナウはどこなんですか。ラジオの春日は本当いいな。ありがとうございます。そういうなんかこう楽にはまらない感じが一番いい形でラジオになる。やっぱりゴールデンの、うん、逃がさねえな。はっきり出しときたい。ゴールデンの単独 MC っていうのは目標の一つにあるってことね、うん、そうだよ。そこはあるんだよね。そうだよ。じゃあさ、ないような面でさ、うん、活動すんなよお前。どういうことどういうこと。え、ないような面でなんかしてないじゃない。あんま確かに、ね、僕はこのポジションが好きなんですって感じで、うん、サブ MC とかやってるよ、ね、一人でやりたいなって気持ちもないかって言われたら、はいはい、それは嘘になるよ、うん、でもさ、うん、それをここで白日のもとにさらす必要はないんじゃないか。どうも確かに、う今日は愛と笑いを伝えるんだろ、うん、このガチンコ伝えてどうすんだよ。笑いになんないですかね。ガチを伝えたいだもんね。ガチを、俺はガチを伝えたいって、ここで見てみろ、観覧笑ってねえじゃねえか。
あ、じゃあちょっと違うか。でもね、俺はね、考え方やっぱ変わってきた、山ちゃんとそういう時代もあったけど、今になるといただいたお仕事と、あとまあいただいたお仕事っていうか、その場で出会える人だね、やっぱこの仕事のいいところは。ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、それを今の言い方で言うと、俺がそれを全部ないがしろしてる感じになるじゃんか。そら汚ねえぞ。いや、そういうつもりじゃないのよ。そうじゃん、だって俺だって人も大事だし、仕事ね、出会いもういただいた仕事は大切でしょって。わかる。だから自分がどうなりたいかじゃなくて、そうそうそう、周りの人が、その場の人が笑顔になってくればね。そうそうそう。おい、今お前若ちゃんの援護射撃してたんだよ。俺への愛の手かと思ったら。しょうがないですよ、共通のやっぱ認識なんで。すげえな、ラジオやるたびに絆深め合ってんのお前。気持ち悪い。はい、オードリー若林です。春日、アシスタントの日本放送東島恵里です。そしてこの時間もどうも、南海キャンディーズ山里亮太でございます。はい、よろしくお願いします。ちょっとあの観覧のお客様が急に増えて、これやっぱ山里さんのファンの方ですか皆さん。そうでもねえじゃねえ。なんで確認するの。いや、よくよく考えてみない、そりゃそうだろう。いや、みんなだってなんかそういう感じかなと思って、衣服の色が濃いから。いや、確かに衣服のね、色が、誰もね、差し色使わないタイプだからね、みんな。刺さねえな。いや、しかし、オードリーとね、山里さんのトーク、現役ですね、やっぱり。恥ずかしい、恥ずかしい、恥ずかしい、そうだよ。トップランナーだろ、今。引っ張ってるぞ、お笑い界を。恥ずかしくないのか、お前ら。火花散ってますけど、どうなってんの、ね、スタジオに火花散ってますけども ね、 ね、今やめろ、芸人を例えるで火花って言うな絶対。今絶対例えちゃいけない、例えるなんでよ。そりゃそうだろ、先に火花でもドカンと打ち上げたやつはいいんだから。そこまで嫉妬してんのかお前は。そりゃそうだ、次回作失敗すると思ったら大成功しやがって。失敗すると思うな、お前しかいねえさ、そんなこと言ってるやつ。え、思わない、もうすごい素晴らしい作品だったぞ、めちゃくちゃ良かったよ、でも本当にもう次はね、3作目失敗だね。どういうこと言うんですか。だってさ、とんでもないやつでしょ。だってね、俺同期よ、又吉、はいはい、この前テレビ見たらびっくりしたよ、縄文杉の前で佇んでるだけで1時間だったやつ。あれで番組になっちゃう。いいじゃない、それは。山ちゃん、そうやってこうジェラシーとかね、したら、まあ、でも結婚するつもりはあるの、うん、あるよ。いや、俺なんか酒井俊也さんみたいな感じになってくるのかなと思って、うん、そうさ、結婚しない代表イコール酒井俊也ってピンとこないでみんな。うん、ちょっとシリアスな空気流れてますけど、ね、そうね、酒井俊也さん確かにね。あの、知ってるわ、リアルキューピーちゃんみたいな人は。そうそうそう、はいはい、いや、山ちゃんね、これでなんかどうなの、人生の感じ拡張して、結婚とか、結婚の質問ってそんなヘラヘラできるもんか。普通に聞けばいいじゃん、なんかさ、違うんだよ、どうどう、カズさん、山ちゃんね、本当にモデルさんとかと、女子アナの方とかと結婚しようとしてる節があるのよ、それだって、それ夢は見るよ、それは、それ自分より上の人間と結婚したいってことですか。お前、俺を下見てんな。いや、山里さんじゃなくて、まず何を、モデルさんとか女子アナってやっぱりね、言ってたの、上の、何が、俺たちだってこの世界で戦って頑張ってんだから、別にそこら辺にね、別にそんな下に行くことはないだろう。いや、だから酔っ払ってる時に言ってたのよ。酔っ払ってる時に言ってるやつはもうやめた方がよくない。いや、まだあるだ、それはね。いや、まだあるから止めてんだよ、ここまで来たら、一軍と結婚するしかねえだろうって叫んでたのよ。いや、言ってんじゃない、じゃ、自覚あるじゃないですか。そうなの、ね、自分が一軍ではないことを全然。ほら、全然言ったじゃないですか。俺には自分のことね、あのアストロ球団だと思ってる。すごいね。でも、ま、自分の中に丸くなる気配ない、うん、え、俺心が丸くなる気配、そのイライラとかが収まってきたなとか、なんかすごいな、ね、俺たち、やっぱ年齢をね、経たらあるじゃないですか。40だから俺もあるよ、そりゃ、うん、嘘だ、ほんとほんとある、うん、なんか急にさ、最近急いでしずちゃんと仲良くなってるアピールするじゃん、仲良くなってんの、アピールな、アピールすごいね、キャンペーン貼ってんのよ、しずちゃんも、しずちゃんも愛してるで、なんか2組のトーク番組と結構出だしてんのよ。いや、それはだって普通じゃない、コンビなんだからね、仲良くやってこう、まあ、いろんなことあったけども仲良くなった、別にそれはキャンペーンじゃなくね。あ、そうなの、どっちなの。いや、キャンペーンじゃないよ、キャンペーンって聞いたけどね、吉本の人、吉本の人が言っちゃったらそれはもう正解じゃん。そうなって、やっぱりキャンペーンだから、キャンペーン、キャンペーン、実際しずちゃんへの気持ちの変化はあるわけ。あるよ、そりゃ。どういう、で、一時期クソみたいな時期あったじゃん、山ちゃんの性格が。まあね、あったしずちゃんに対してよ。そうね、うん、番組で一文字も喋らせるもんかって時期ね。一文字、一言で、一文字も相方とテレビ出てて喋らせないようにすんだね。一回成功して呼吸だけで終わらせたことあるんだよ。何成功してんだよ。最後の最後で一言言ったら、ずっと候補候補ってか、ダースベイダーかなっつって、ドン終わり、俺の勝ち。
っぱダースベイダーそこウォーズマンじゃないとこが今の時代捉えてるよな。いやそこはいいんじゃない。なるほどな。やっぱダースベイダー俺ウォーズマンって言っちゃうもん。ウォーズマンの方がさ、うん、後半ね、うん、仲良くなった瞬間にたくさん喋るから、うん、ウォーズマンの方が合ってるよ。どっちかっつうとよ。だから勝っちゃったな。勝っちゃったな。よくないんだよ。指摘して勝つのよくないんだよ。なんで勝っちゃうのは一番違いんだよ。それってそれはあの、うん、時々見せるよそういう天才的なところ。いやそんな、いや自分では思ってないよ本当に。豆なだけ、豆なだけ俺は。豆なだけの人間なの。テレビさんとお豆さん。おやめろよ。おい、うん、なんで俺のテレビさんすげえ豆より下になってんじゃないか。お前ら似た気されるだけだろうかお前。どう長めの企画さんはどう。長めの企画さん。企画さんは無理難題答えてくれるさんはどう。うん、そうね、言われたら全部やっちゃうさ。無理なんだよ答えてくれるさんみたいなさ、うん、のでマウンティングするのずるくない。例えでマウンティングってどういうことですか。例えのマウンティングお前結構目に余るぞメディアで。じゃあ先に言うけどウォーズマン、じゃあお前上に乗っかってきたろ。上に乗った後ため殴ったよな、しかもマウントで。いやずるいね。まあまあじゃないよ。それはその何かがあったんですか、きっかけが。しずちゃんしずちゃんへの気持ちね。やっぱほらね、何かされたことをずっと忘れない人じゃないですか。オードリーのラジオ名物本線に春日が戻す。気になってたから、気になってたからね。こういうとこ春日さんさ、本当昔からこういうとこあるね、はい、何をですか。あの俺はちゃんとしてるじゃん。単純に気になってることがね、解決してなかったから、はい、みんなでユニットやってた時にさ、はいはい、あのそれぞれ一人ネタやるっつってさ、うん、あの春日さんがなんか、うん、あの武井壮さんよりも早くやってたよね、あの猛獣と戦うシーン。やってたやってた、やってましたね、動物とやつ、はい、さ俺若ちゃんとさ、あの春日の台本見てびっくりしたんだよ、はい、あのゾウかキリンかなんかと戦うっていうのでさ、うんうん、倒し方ね、倒し方でさ、ゾウ、はい、の下かなんかに入ってボディを叩くでさ、オラ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 って書いて、はいはい、いっぱい台本に書いてあったじゃん、うん、で本番さ、はい、台本が落ちたからそれ台本見ながら春日のネタ見てたの、はい、オラの数台本とぴったりしたと思って、はい、間違いたくないですからね。ぴったり、った二十数個オラの数がね、一緒あそこ大体じゃないんだよ。あそこ大体ですもんね、普通、うん、普通はそうですね、やっぱり。でね、とかしずちゃんへの気持ち、うん、愛がね、山ちゃんに増したっていうのは、うん、しずちゃんもボクシング真剣にやって、そうね、で山ちゃん笑いにずっとストイックじゃん、うん、はいはい、でしずちゃんもボクシングにストイックになることで、ストイックになる人の気持ちってこうかっていうのが分かったらしいのよ。なるへそ。で、はいはい、山ちゃんは俺とかとユニットで漫才やる中で、うん、あ、掛け合いってこうなんだな、うん、今までは自分のワードがどれぐらい世の中に切れ味鋭くいくか、自分のことしか、ツッコミとかで笑い取ろうかなと思っただけ。なるほど。考えてて、うん、でやっぱりしずちゃんと掛け合いたいなって思った時期がちょうど一緒になってあげよう、うん、そうなのよ。ここで南海キャンディーズの絆がさらに深まったっていうことなんだよね。まあ、誰よりも上手な説明ありがとう。そうだな、それだな。いや、うん、さ俺さ本当に若ちゃんとさ足りない2人って漫才やって、はいはい、漫才ってこんな楽しいんかってなったの初めて。あれね、うん、ま、あのよく春日ずっとできてるなってぐらい鬼軍曹な時あるけど。ああそれは味わいました。そうだよ、俺なんかネタさ、はいはい、ね、書いててさ、じゃあ若ちゃんこのネタどうかなって、ああ全然いいと思いますよって言って、うん、ちょっと直しますねって言ったら、はい、はい、どうも足りない2人です以外全部直しがった。それで、山ちゃんとしずさんが今よ、うん、カラオケボックスで、そうそう、今 M1 の時稽古すんだから。あ、そうなの、二人きりですか。この前奇跡の星ね、まず二人で歌ってから。それは漫才の稽古に。いやいやいや、それは俺と若ちゃんの共通の友人のスタッフさんと俺がキャバクラでやるやつでしょそれ。歌わないのカラオケボックス。カラオケボックスで歌いませんよ。歌わないの。昔はなぜか向こうがすがしかをずっと歌ってる時間って。黄金の月をやたら歌うっていう。いやー、しかしさ、うん、山ちゃんさ、しかしさってなんだよ。急に思う。いや、この漫才を続けてくるね、南海キャンディーでずっと。そうよ、漫才をやってくよ。いや、じゃあまたライブ出てよ、ネタライブ。俺たちネタライブ、出たい。ね、11月も、11月あったよね。ありました、ありました。あれも出させていただきたかったんだけど、その相方がね。いや、この人ね、あの、うん、しずちゃんのね、ロケで、うん、俺たちのライブの漫才出れないってなったら、そうそう、俺が、あ、そうだ、じゃあまた今度出てねって送ったら、うん、ちょっと待ってと、うん、ちょっとしずちゃんのロケ、うん、ちょっと負けるか俺スタッフに聞いてみるわっつって、あら、そうそう、しずちゃんのロケを巻こうとして、そう、あの何箇所か飛ばせばいけんじゃねえかっつって。それはダメでしょ。帰ってきたら俺にそんな権限がなかったっていうラインが帰ってきたのよ。向こうがすげえするし、山里さん、有楽町日本放送の今のスタジオから、こんなタイミングで帰れ、おかしいだろ、帰る、ミュージックソン見に来なさーい。